皆さん、こんにちは。今回は一風変わった趣味を持つ女性芸能人たちに焦点を当てています。その趣味とはホストクラブでの時間を楽しむこと。彼女たちはその魅力的な世界に魅了され、しばしばメディアの注目を集めることがあります。この動画ではホストが大好きな女性芸能人たちを取り上げ、なぜ彼女たちがこのライフスタイルを選ぶのか、その背後にある理由や動機を探ります。公の人物としての彼女たちの生活は常に注目の的です。彼女たちがホストクラブを訪れる理由、そこで得られるもの、そしてそれが彼女たちの講師にどのような影響を与えているのかを詳細に分析します。またこのようなライフスタイルが彼女たちのイメージやキャリアにどのような影響を及ぼしているかも探ります。この動画を通じて彼女たちがホストクラブに求めるもの、そこでの経験が彼女たちの精神的な支えや逃避になっているのか、または単なる娯楽なのかを考察します。ホストクラブ文化の奥深さと、その文化がいかにして彼女たちの生活に溶け込んでいるのかを明らかにしていきましょう。1. 海老原由里。海老原由里さんは日本のファッションモデルで株式会社キハラに所属しています。夫はリップスライムのイルマリさんです。海老原由里さんには双子の妹がおり、その妹はチャイルドボディセラピストとして活動している海老原恵里さんです。結婚前の本名も海老原由里です。出身地は宮崎県宮崎郡佐土原町です。海老原由里さんはその洗練されたルックスとスタイルで多くのファッション雑誌やショーで活躍しています。海老原由里さんがホストクラブに通っていたという報道は複数存在します。海老原由里さん自身はホストクラブ通いを否定していますが、所属事務所からの公式な認否はなく、そのため事実であると見られています。報道によれば海老原由里さんは歌舞伎町のホストクラブに頻繁に足を運び、ホストと親密な関係を築いていたとされています。さらにホストとイチャイチャした様子の画像が流出したとも報じられました。これによりホストクラブ通いが広く知られるようになりました。ファッション雑誌の元専属モデルとして活動していた海老原由里さんは当時イケメンホスト好きとされ、ホストクラブ通いをしていた芸能人の一人に数えられていました。海老原由里さんのホストクラブ通いについては以下の情報源からも裏付けられています。歌舞伎町のホストクラブに通っていたという報道、ホストとイチャイチャした画像の流出、ファッション雑誌の専属モデルでありホストが好きだったという証言から、海老原由里さんのホストクラブ通いは事実であると考えられています。これらの報道を踏まえ、海老原由里さんがホストクラブに通っていたという噂は広く知れ渡ることとなりました。本人は否定しているものの、周囲の証言や報道、さらには画像の存在から、その真偽は疑いの余地がなくなりつつあります。ホストクラブでの海老原由里さんの姿は、当時のファッションモデルやタレントがホストクラブ通いをする姿が一般的に知られるようになった時代背景とも相まって、特に注目されました。未だに海老原由里さんのホストクラブ通いについては謎めいた部分が多く残されていますが、活躍や魅力が多くの人に注目されている背景には、こうしたプライベートな一面が噂されることも一因かもしれません。黒木瞳さんは日本の女優、タレント、司会者、歌手、映画監督で元宝塚歌劇団月組のトップ娘役です。2011年10月11日よりポエムカンパニーリミテッドに所属しています。黒木瞳さんは福岡県八女市黒木町出身で、出身地である黒木町にちなんで同郷の著名な作家五木寛之さんが黒木瞳という芸名を命名しました。黒木瞳さんはその多彩な才能で多岐にわたる分野で活躍しており、数多くのファンに支持されています。黒木瞳さんは自身がホストクラブ好きであることを公言しています。 YouTube の動画でカリスマホストのローランドさんと共演した際に、私ホストクラブ好きですとはっきり告白し、プライベートでも友人と一緒にホストクラブを訪れていることを明かしました。動画内での発言は多くの人々に衝撃を与えましたが、黒木瞳さんの率直な告白は好意的に受け止められています。もともとは役作りのためにホストクラブに通い始めたものの、次第にホストの魅力にはまったといいます。一方で
かつて宝塚歌劇団で修行を重ねた黒木ひとみさんにとってホスト好きを公言することは容易ではなかったかもしれません。宝塚歌劇団は格式高い舞台芸術の世界であり、その伝統と厳格な規律があるため、ホストクラブ通いをカミングアウトすることには勇気が必要だったことでしょう。それにもかかわらず、黒木ひとみさんは自分の趣味に対してオープンであり、ホストクラブでの楽しみ方やホストの魅力を素直に語っています。飾らない姿勢が多くの視聴者やファンに共感を呼び起こし、ホストクラブ通いに対する偏見を払拭する一因となりました。ローランドさんとの共演動画でも、黒木ひとみさんはホストクラブに通う楽しさやホストたちのサービス精神について楽しそうに語り、その率直な姿勢が多くの人々にポジティブな印象を与えました。黒木ひとみさんのホストクラブ好きが注目されたことで、女性が自分の趣味に対して正直でいることの大切さを再確認させられた人も多かったようです。黒木ひとみさんのホストクラブへの興味は単なる好奇心だけではなく、人生観や価値観に基づいており、ホストたちの真摯な接客や努力を評価していることがうかがえます。ホストクラブに通うことに対しては賛否両論がありますが、黒木ひとみさんの率直な告白は自分らしさを大切にすることの重要性を示しています。高畑淳子さんは日本の女優、声優、タレントで劇団青年座に所属しています。香川県善通寺市出身の高畑淳子さんは特技として英語と水泳を持っています。高畑淳子さんの祖父と北川景子さんの母方の曽祖父が兄弟であるため血縁関係がありますが、七親等であるため法律上の親族ではありません。高畑淳子さんには2度の離婚歴があり、最初の夫との間に子供はおらず、長女の高畑琴美さんは2人目の夫との子です。高畑淳子さんはその演技力で多くの映画やテレビドラマで重要な役を演じ、観客から高い評価を受けています。高畑淳子さんは過去にホストと親しく付き合っていたことが報じられています。週刊誌フラッシュによると、2007年頃に有名ホストと伊豆旅行に出かけ、一緒に豚しゃぶを食べたという記事が掲載されました。このホストとの親しい関係については、その後も様々な週刊誌で取り上げられています。また、演劇関係者からは、舞台ごとにお気に入りを必ず一人見つける男好きと評されており、恋愛に積極的な姿勢も指摘されています。高畑淳子さん自身も性欲が強いと公言し、ホストクラブに足しげく通っていたことが伝えられています。高畑淳子さんは2度の離婚を経験し、長男の高畑裕太さんとの母子関係にも葛藤があったとされています。裕太さんが事件を起こした際には、母親としての責任感から、どんなことがあってもお母さんだからと息子を支えていました。その姿勢からは強い母親としての愛情が感じられます。一方で、裕太さんの事件以降も高畑淳子さんのホストクラブ通いや恋愛については一部で批判もありますが、自分の生き方に正直であり続けています。過去の恋愛やホストクラブでのエピソードを隠すことなく、自分の性格や趣味に忠実な姿勢を示し続けています。その一方で、女優としてのキャリアにおいては多様な役柄に挑戦し、深い演技力で多くのファンを魅了してきました。母親としての苦悩や恋愛に対する情熱を持ちながらも、自らの信念に基づいて人生を歩む姿勢は多くの女性から共感を呼んでいます。長男裕太さんに対して、どんなことがあってもお母さんだからと述べた言葉は、母親としての深い愛情を物語るものです。強さと温かさは過去の恋愛やホストクラブでのエピソードだけでなく、母親としての奮闘にも反映されており、多くの人々に感銘を与えています。みそのさんは日本の女性歌手、バラエティタレント、実業家で、本名は神田美縁です。京都府京都市伏見区出身のみそのさんは元 ABEX マネジメントに所属していました。音楽グループ Day After Tomorrow のボーカルおよび作詞を担当し、グループの活動休止後の2006年にソロデビューしました。みそのさんの夫はロックバンドハイサイドのドラマーのすけさんです。またみそのさんの姉は著名な歌手の甲田久美さんです。みそのさんはそのユニークなキャラクターと才能で
音楽界だけでなくテレビのバラエティ番組など多方面で活躍しています。みそのさんはホストクラブに通っていたことを認めています。ブログでホストクラブ通いについて付き合いでだし1銭も使ってないしと強調し、あくまで付き合いであると釈明しました。またホストクラブイベントに出演しホストとの交流を深めていたとも伝えられています。さらにホストの実態を知ろうとする姿勢も見られ、ホストに学ぶ動画を投稿するなどしてホスト業界に対する理解を深めようとしていました。 YouTube チャンネルではホストにドッキリを仕掛ける企画や関西のホストクラブを訪れて偏見や差別をなくすための活動にも取り組んでいたようです。しかし一般的にホストクラブは高額な料金がかかることから、みそのさんのホストクラブ通いに対して批判的な意見も見受けられました。一方で付き合いで行っているだけと強調し金銭的な負担を否定しています。ホストクラブについて学ぶ姿勢を示す一方で、豪華なイベントにも出演しホストとのコラボレーションを楽しんでいるみそのさんの活動は新たな一面を見せるものでした。みそのさんが出演したホスフェスではホストたちと共に楽しいひとときを過ごし、その模様は YouTube で公開されました。ホストクラブ通いに関する誤解を解消し業界に対する理解を深めるためにみそのさんが言った一連の活動は一部で批判を受けることもありましたが、自身はホストクラブの世界に対する好奇心と理解を持ち続け、その姿勢をブログや YouTube を通して積極的に発信していました。これらの活動からみそのさんは単にホストクラブを楽しむだけでなく、ホスト業界に対する偏見や差別をなくすための活動にも取り組んでいたことがわかります。ホストクラブ通いに関する報道は様々な見解を生みましたが、みそのさん自身の言葉や行動からは常に自分の立場を明確にし誤解を解こうとする努力が感じられます。ゴ・スザンヌ。スザンヌさんは日本のタレント、歌手、YouTuber、元グラビアアイドルです。熊本県出身のスザンヌさんは第一薬科大学附属高等学校を卒業しています。スザンヌさんはアイドルグループ中野府女子スターズおよび普段塾、そして歌手グループパボとアラジンの元メンバーであり、多岐にわたるエンターテインメント活動で知られています。現在は株式会社 K-ステージに所属しており、幅広いジャンルで活躍しています。スザンヌさんはその明るい人柄と多彩な才能で多くのファンに愛されています。スザンヌさんは過去に歌舞伎町の人気ホストクラブに通っていたことがあります。2009年頃、歌舞伎町のホストクラブ O に足しげく通い、人気ホスト OT を指名していたと言われています。母親と一緒に来店することもあり、別々の席に座って楽しむこともあったそうです。ホストクラブの常連客であり、ホストたちとも良好な関係を築いていたため、安く飲ませてもらうなど、ホストとの付き合いも良かった模様です。当時は、おバカキャラとしてバラエティ番組でブレイクしていた時期で、ホストたちにも気に入られていたようです。しかし、その後は芸能活動に専念し、現在は熊本で自転車生活を送りながら新たなライフスタイルを築いています。35歳で高校に再入学し、意外な私生活を送っているスザンヌさんですが、ホストクラブ通いが一時期話題になっていたこともありました。おバカキャラから母親として、そして自分らしいライフスタイルを築きながら活動を続けているスザンヌさんの姿勢は過去とは大きく変わっているようです。現在は熊本で自分の道を進みながら新たな挑戦に取り組んでいる姿が印象的です。六軒直子。軒直子さんは日本の歌手、タレント、女優、コメディエンヌで田辺エージェンシーに所属しています。静岡県田方郡天城湯ヶ島町出身の軒直子さんは静岡県立三島南高等学校を中退しました。軒直子さんは直子説とも称される独特のアンニュイな歌声と歌唱法で知られ、1970年代中盤から1980年代中盤にかけて数々のヒット曲を世に送り出しました。その個性的なスタイルとパフォーマンスは多くのファンに愛され、日本の音楽シーンにおいて重要な足跡を残しています。軒直子さんはホストクラブ通いが原因でいくつかの問題を起こしていました。
2007年にはホストの沢国康平さんとのデート現場をフライデーにスクープされ、ホストクラブ通いを全面的に認めてブログで謝罪しました。その後、研ナオコさんはホストへの過度な執着によりストーカー行為をしてしまい、カリスマホストの雄星さんに被害届を出される事態にまで発展しました。報道によると、雄星さんは研ナオコさんから脅迫を受けていたと言われています。また、研ナオコさんがホストクラブに来た際のモノマネも行われるなど、そのキャラクターがホストクラブで再現されることもありました。その強烈なキャラクターぶりがホストクラブのファンの間でも話題となっていたのです。こうした一連のスキャンダルやトラブルを通じて、研ナオコさんのホストクラブ通いが過剰になり、問題に発展したことが明らかになっています。山田優さんは日本のファッションモデル及び女優です。沖縄県国頭郡恩納村生まれの山田優さんは、那覇市立式名小学校、那覇市立松代中学校を経て、日本芸術高等学園を卒業しました。山田優さんは沖縄アクターズスクール出身で、現在は K-グループのアワーソングスクリエイティブに所属しています。山田優さんの夫は俳優の小栗旬さんで、義父は舞台監督の小栗哲也さんです。山田優さんはその美しいルックスと演技力で、ファッション業界だけでなく映画やテレビドラマでも活躍しています。山田優さんはホストクラブに通い、ホストに対して問題のある行動をしていたことが報じられています。老舗ホストクラブ愛本店で開催されたマーク・ジェイコブスのパーティーに出席していました。また、歌舞伎町の有名ホストクラブキャンディーダイヤモンドの人気ホストである山田優さんと名前が似ていることも話題になっています。報道によれば、山田優さんはホストにお酒を大量に飲ませるホストいじめを楽しんでいるとされています。さらに、歌舞伎町のホストクラブで衝撃行動をしたとの情報もあり、問題視される行動があったようです。複数の情報源から、山田優さんがホストクラブに通い、ホストに対して問題となる行動をしていたことがうかがえます。加藤綾子さんは日本のフリーアナウンサーおよび女優で、元フジテレビのアナウンサーです。加藤綾子さんはジャパンミュージックエンターテインメントに所属しており、埼玉県三郷市出身です。テレビ業界での幅広い経験と魅力的なプレゼンテーションスキルを持つ加藤綾子さんは、多くの視聴者に親しまれており、さまざまな番組で活躍しています。加藤綾子さんの明るく知的なイメージは多くのファンから支持を受けています。加藤綾子さんは中学3年生の頃からホストと交際していたと報じられています。ホストとの当時のプリクラ写真が流出し、その関係が明らかになりました。このスキャンダルは清純派アナウンサーとしてのイメージに影響を与え、大きく報道されました。この過去の交際はデンジャーと呼ばれる不良グループの一員だった時期のもので、自身もそれを認めています。ホストとの交際がきっかけで加藤綾子さんがアナウンサーを目指す契機になったとも言われています。清純派のイメージとは裏腹に、中学時代からさまざまな経験を積んできましたが、アナウンサーとしてのキャリアを築く上でこの経験が役立ったともされています。加藤綾子さんは過去の経験や苦労を乗り越えて、フジテレビでのアナウンサー活動からフリーアナウンサーへの転身を成功させました。これまでの歩みは多くの人々にとって勇気と希望を与えるものであり、さらなる飛躍が期待されています。旧坂口安里。坂口安里さんは日本の元タレントで元 AV 女優です。東京都世田谷区出身の坂口安里さんの母は女優の坂口涼子さんで、継父はプロゴルファーの尾崎立夫さんです。現在、坂口安里さんは芸能界を離れ一般人として生活しています。坂口安里さんはタレントとして活動していた期間には多くのテレビ番組に出演し、その後 AV 業界に転身しましたが、現在は新たな人生を歩んでいます。坂口安里さんはホストクラブに深く入り込み、問題行動に走ってしまったと言われています。まず、坂口安里さんは歌舞伎町のホストクラブに頻繁に通い、歌舞伎町は庭と語るほど親しんでいました。ホストクラブで泥酔して暴れる様子が動画に収められ公開されるなど、その行動はたびたび注目を集めました。
交際していたホストに対して恐喝未遂の疑いで逮捕されたこともあり、ホストクラブでの振る舞いが問題視されることが多かったです。背景としてはホストクラブでの多額の出費が原因で、セクシー女優デビューで得たギャラ数億円を使い果たしてしまった可能性があるとされています。さらにホストたちからは客減らしと呼ばれ、トラブルの元凶とみなされていたと報じられています。これらのことから坂口安里さんはホストクラブに深入りしすぎた結果、金銭的精神的に追い詰められ違法行為に走ってしまったと考えられます。この行動や問題は多くの人に衝撃を与え、芸能界におけるホストクラブとの関係を再興させる一因となりました。後藤真希さんは日本のタレント、歌手、YouTuber でハロープロジェクトの元一員でありモーニング娘。の元メンバーです。後藤真希さんの愛称はごっちん、ごっつぁん、ごまきなどで、 VTuber としての活動名は V ごまです。後藤真希さんは ABEX マネジメントに所属しており、結婚後の本名は非公開です。後藤真希さんはその多彩な才能を生かし、音楽、テレビ、インターネットのさまざまなプラットフォームで幅広く活動しています。後藤真希さんは長年ホストクラブに通っていたことが知られています。後藤真希さんがホストクラブに通うようになったのは母親の影響が大きかったようで、歌舞伎町のホストクラブに母親と一緒に足を運ぶようになりました。2011年頃から5年間ほど夜の部をメインにホストクラブに通い続け、その常連ぶりはホストクラブ界隈でも有名でした。母親が亡くなった後もその習慣は変わらず、ホストクラブに通い続けていたといいます。さらに元ホストの右翼関係者が週刊誌で後藤真希さんとのベッドインを暴露したことも報じられ、後藤真希さんのホストクラブ通いは長年にわたり芸能界でも話題となっていました。このことが世のイメージに影響を与えたことは間違いないでしょう。それでも後藤真希さんは再び活動を再開し、その後の活躍を続けています。ホストクラブ通いを卒業した後藤真希さんは、さまざまな困難を乗り越えながらも以前と変わらない輝きを放ち続けています。深田恭子さんは日本の女優で、かつては歌手としても活動していました。本名も深田恭子です。愛称は深キョンや恭子凛として親しまれています。東京都北区出身の深田恭子さんはホリプロに所属しており、その美しい容姿と演技力で多くの映画やテレビドラマで活躍しています。深田恭子さんはその魅力的なパフォーマンスで広く人気を博しており、長年にわたり日本のエンターテインメント業界で重要な役割を担っています。深田恭子さんには過去にホストクラブ通いの噂があり、実際にホストとの関係を持っていたとよく言われています。一部で六本木のホストと肉体関係を持っていたとの噂も取り上げました。若い頃からホストとの交際が取り沙汰され、ホスト狂いの芸能人ランキングでも上位に入るほど、その行動は注目されていました。ホストクラブ文化に詳しい人物はアイドル文化との関係を指摘しており、アイドルとホストクラブの世界が密接に絡み合っている現状も見えています。深キョン部屋と呼ばれる自宅で当時交際していたパートナーを誘って親密な時間を過ごしたり、プライベートでは充実した時間を過ごしていたようです。スキャンダルや噂にも騒がず、今も人気女優として多くのファンに支持されています。飯島直子さんはタレント、女優で、東京都生まれ、神奈川県横浜市港北区で育ちました。飯島直子さんはハートネイに所属しています。テレビドラマや映画、バラエティ番組など幅広いジャンルで活躍しており、その魅力的な演技と人柄で多くの視聴者に愛されています。飯島直子さんはその多彩な才能を生かし、長年にわたりエンターテインメント業界で重要な役割を果たしています。飯島直子さんは過去に13歳下のカリスマストに熱中し、数億円を費やしていて今日あります。2001年に前田信輝さんと離婚した後、飯島直子さんは歌舞伎町の有名人ですホストである B さんと交際し、一晩で500万円を使うこともあったというエピソードが残っています。その後
飯島直子さんは2009年に年上の不動産会社経営者 A 氏と出会い、2012年に再婚しました。飯島直子さんのホストクラブ通いや交際相手とのトラブルは華やかな芸能生活の一部であり、時折聞かれるスキャンダルにも人気と注目度の高さが現れています。その後の結婚生活はともかく、 A 氏の不倫問題による離婚は苦しい経験だったでしょう。牧陽子さんは日本の女優および歌手で、千葉県印西市出身です。牧陽子さんはそよ風に所属し、レプロエンタテインメントとマネジメント契約を結んでいます。その独特の演技スタイルと存在感で、映画やテレビドラマで数多くの重要な役を演じ、批評家からの高評価を得ています。また牧陽子さんは歌手としても活動しており、その多彩な才能を見せています。牧陽子さんの芸術的な表現は見る者に強い印象を残すことが多く、幅広い層に支持されています。牧陽子さんは2016年の離婚直後、新宿歌舞伎町のホストクラブで一晩に2000万円を使ったとされています。この出来事は牧陽子さんの奔放な性格や金銭感覚の荒さを物語っており、当時大きな話題になりました。ホストクラブでの大盤振る舞いは、牧陽子さんの芸能人らしからぬ一面を垣間見せるエピソードとして複数のメディアで注目されています。牧陽子さんは酒とタバコが大好きで、サバサバした性格の持ち主とも私たちは、このような行動力の強さがホストクラブでの大金の使い道にもつながったものと考えられます。報道によると、牧陽子さんは離婚直後のストレス解消のためにホストクラブに通い詰め、驚くほどの金額を一晩で使うことがあったとされています。また牧陽子さんのホストクラブでの豪遊は一部メディアとして大きく報道されました。長澤まさみさんは女優で、本名も長澤まさみです。東方芸能に所属しています。長澤まさみさんの出身地は静岡県磐田市で、堀越高等学校を卒業しています。長澤まさみさんの父は元サッカー日本代表で、 J リーグ参入前のジュビロ磐田の監督を務めた長澤和明さんです。長澤まさみさんはその美しい外見と卓越した演技力で、映画やテレビドラマで多くの重要な役を演じ、広く認知されています。長澤まさみさんがホストクラブに通っていたという噂が流れています。複数の報道によると、長澤まさみさんは歌舞伎町のホストクラブに何度も通い、中堅ホストを指名して強いお酒を飲んでいたとされています。ただし泥酔することはなかったようで、相当お酒に強いと評されています。この件に関する写真が流出する可能性も取り沙汰されていますが、確証はなく、事実かどうかは定かではありません。一方で長澤まさみさんのホストクラブ通いが話題になり、禁断写真や歌舞伎町ホストクラブ通い説などの噂が拡散されています。ホストクラブでの飲酒を楽しむ姿がまるでホス狂いになっているかのように報じられていますが、具体的な証拠が示されているわけではありません。ただしネット上では長澤まさみさんがホストクラブで豪快にお酒を飲む姿に関心が集まっており、今後の動向や噂の真偽について注目が集まっています。いかがでしたか？芸能界にはホストとの交際や交流を好む女性芸能人が存在します。彼女たちはホストクラブでの華やかな雰囲気やエンターテインメントを楽しむ一方で、個々のホストとの関係にも惹かれることがあります。ホストが大好きな女性芸能人の存在は、時に一般の人々から驚きや非難の声が上がることもありますが、彼女たちは自由な選択を尊重されるべきです。個々の関係や交流の中には真の友情や信頼関係が築かれることもあります。一方でホストとの関係が問題を引き起こすこともあります。金銭的なトラブルや感情的な混乱が発生することもあるため、彼女たちは慎重に行動し、自己保護や心の健康を守る必要があります。ホストが大好きな女性芸能人の存在は、多様な生き方や価値観を受け入れることを示唆しています。彼女たちは自己決定権を持ち、自らの幸福を追求する権利があります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。